水光さんの毎日要点よ。はい、ごきげんよう。鳥海流四柱推命講師の水光です。好きな調子は筋肉マンソルジャーかっこ当たるです。ともです。よろしくお願いします。いきなり始めるけど、なんでそれ？え？なんでそんな？好きな超人。なんで超人の話になっちゃうの？うちのね、あの連れに何言おうかなって言ったら、うん、好きな超人でいいんじゃないっていうか、そっかって。連れ何考えてくださってるんですか？何言ってやがってくださってるんですか？せめてヒーローアカデミーぐらいにしてくれたらね。知らないもん。ごめん、ヒーローアカの話で、うん。ということで本日もですね、ウイルス対策万全、空気清浄機トレードの効いたスタジオから、四柱推命とゲストを中心に、今日は子どもの本少なめでお送りいたします。それよりもね、ゴッドハンド情報をですね、ちょっとでも多く伝えたいという気持ちでいっぱいですんで、50分間どうぞよろしくお付き合いください。はい、今日でですね、実はこの番組始まって、13回目満12ヶ月1年ですね。いや、もう本当皆さんありがとうございました。本当に回によって YouTube 見てると、びっくりするぐらいカウンター回ってんですけどって回があったりとかして、誰が見てんだろうって、逆にそっちの方がドキドキしてくるようなこともあるんですが、毎回ね、いろいろ面倒見てもらってるトモさん、本当に、ね、面倒は見てないですけどいろいろここに来るまでにもね、いろいろね面倒見ていただいてたりとか、あとね、局のスタッフの方もね、本当に細かいところでいろいろご面倒を焼いていただいてですね、感謝しております。ありがとうございます。トモさんが、まあ、今日で13回目なんですけど、今日までの12回で記憶に残ってる回ってありますか？特にどれっていうあれじゃないんですよね、なんか台本が文字化けしてた回とか、そういうのを思い出すんですけど、メタなこと言う毎回のね、ゲストの方が本当素敵な生き方をされていて、自分自身のそのね、なんかこの道みたいなものをしっかり持ってらっしゃる、お話をたくさん聞けるので、特に誰とか言うのではなく、すごい刺激を受けてるうちに1年経っちゃったなって感じですね。なんか変わりました？ん？1年刺激があなたの人生に何かいいことありましたでしょうか？なんか、メリハリがついて楽しんでますけど、自分の人生が変わったということはないです、ね。2年目に向けて目標を一つ、トモさんの人生を変えたいと思っております。勝手に人の人生にね、食いつくなって感じだけど、ね、いえ大丈夫ですよ。でも変わらないです。猫とのんびり暮らしたい以上です。そうだ、ね、私もお家でのんびり暮らしたい、まあ、それはいいとして、私はですね、毎月一人文化祭って言ってたんですけども、そうですね、もうね、全部わお、深い推し来たよ全部の回がですね、非常に楽しかったわけなんですが、メタな話で恐縮なんですけど、びっくりしたのは、なぜか今年の7月頃になって、まあ、ちょっと覚醒があってですね、なんか体が慣れたっていうか、あまりね、精神的に切羽詰まらなくなっちゃった。ある意味ダメなんですね、これ。物理的にはもう相変わらず切羽詰まってるんで、でもなんかね、こう、あ、やらなきゃ、あれもやらなきゃ、これもやらなきゃ、もうどうしようどうしようって思わなくなっちゃった。少しは切羽詰まった方がいいような気がしますけどね。痛いかゆい、痛いかゆい、ね、動画のね、編集もちょっとずつですがね、早くやれるようになったし、早くやれもうね、一言言うと5つぐらいこっちからこう、なんかこう釘が飛んでくる。いや今日は特にですかね、いつもよりもね、特にですかね。先週のね、見てくださった方からするとね、先週の終わりに最後何を言ったかな、前回ね、1ヶ月前ですね、前回のね、忘れて大きく予定が変わりました、今回。はい、はい、よりもね、すぐなんだよ。はい、ね、最初の頃は本当ね、余裕でね、2番とかね、1本の動画かかったのが、もうね、今はね、30分かかんないよね。だから、でもおかげで久しぶりにパソコンの前で夜明かしをするっていう経験をさせていただいてですね、むしろ新鮮みたいな、楽しかったです。もうね、八白土星ってそうなのね、普通に人がやれることがですね、同じスピードではやれない人も結構いて、ただし一度身についたら結構のスピードで要領よくやれるようになる。まあ、都合トントンか、最初にちょっと落ち込み分だけマイナスかなとも思うんですけど、まあ、新しいことに挑戦するときね、いつも、あ、私やっぱしダメじゃん、才能ないじゃんって思ってきた50数年、はい。でもね、そうか、八白はそういうもんなんだって思っちゃえば、結構ね、大丈夫になるんですね。これが不思議。
八拍じゃないですけど、うん、大体私もダメだなと思ってますけどね。そう、ただ今ねなんか30分ぐらいでできるとか、うん、できるようになると、うん、よりよくやれるようになるとかっていうのは多分スタッフさんも聞いてらっしゃると思いますね。すいません、すいません、頑張ります。2年目に向けて頑張ります。あ、もう胸方がニヤニヤしてる。やばいやばい。はい、まあ、あの占いはね目に見えないものを見る、あの使う見る技術なんで、あの活用できるならした方がね私はお得だと思ってます。でちなみに今年の私は四柱推命で言えばですね、12年に一度の私的には最低の運気だと思ってます。天中殺よりも悪い年だなと思ってるんですけど、一方であの九星気学で言えばこれまでやってきた収穫を、楽しむという収穫の、まあ、秋みたいな、そういういい年なんですね。なんか意味全然違うじゃんって思うんですけど、実は検証すると、どっちの働きもねちゃんと律儀に現れてるのが面白くも苦しくも楽しくも悔しいみたいな、はい。まあ、九星で言えばね、来年私節目の年なので、止めることを選んでもいろいろ手放し始めてはおります、うん、はい。まあ、わかんないですけどあれですね、うん、だから今の話聞くと、うん、まあ四柱推命は水子さんの専門ですけど、うんうんうん、まあ一つの占いにこだわらないで、うん、なんか結果持ってるものはなんかきっと同じなんですけど、うん、こう違う側面からこう、うん、見ることで考え方とかもちょっと変えられたりとか、うん、よく取れたりとか悪く取れたりとか、うん、だからいろんな面から見るのって大事なんだなっていう。そうね、偏ってね思い込んでヒステリーを起こすのは無駄だね、うんうん、生き方が立体的になるのはいいかなと思ってます、うん、でちなみにあの四柱推命ではトモさんはですね、数が少ないですね天中殺がない人の今天中殺期間なので、去年から来年までですね運気が非常にいいところにいるんですけど、手応えどうですか？天中殺がなくて、天中殺期間で天中殺って良くないイメージなんですけど、うんうんうん、むしろだからなんかそれこそあのネガティブ関係ですかね、なんかね体調もねお年頃でちょっといろいろとこう人生波もあるし、うん、始めた仕事もなかなかの、はい、うまくいかないし、はい、何しろあの新しくね去年から飼い始めた猫にてんやわんや振り回されてますし、ね、すごいですよね。どうにか来年好転してくれるといいなと思いながら、はい、日々頑張ってます。猫との関係ですよ ね、 もうね猫も仕事もね、猫も仕事もね、あの今回ねトモさんのですね名刺を改めて出してみたんだけど、本当にねトモさん以外にこれはない出ないよねっていう名刺で、ある意味四柱推命当たるなと思いましたね。本当にあのトモさんはね私の守護神なんですよね。うん、そうだから、しかも最大吉報っていう関係もあるんで、非常にこう持ちつ持たれつみたいな、うん、やっぱしトモさん選んで正解だった俺見る目あるなみたいな、自画自賛。うん、私はでもね、うん、あの本当に社会人になる直前から、うん、あの水子さんにお世話になってて、うん、いろんなことを教わっていろんな刺激を受けてきて、うん、あのおかげですごい人生楽しめてます。本当にただ、まあ、ちょっとね人前で話すようになるとは思わなかったですね、うん、本当にね、うん、ね、本当にあの頃の私たちを知ってる人が見たらみんなのけぞってたもんね、はい。あのね、あの猫の話も今ありましたけどですね、まあ今日はですね、どうしようかな。そうね、さっきちょっと来る前に猫との相性もお話ししてきたんだけど、うん、すごかったね、経済関連までぴったしだったねとは思わなかったですね、うん、でも猫と経済の話はできないんですけどね、うん、なんかそういうツールないかなと思ってね、うん、はい、立派な話してますけど、今日の光のキーワードどうするんですか、うん、どうしようかね、今日はね、まあ1年間総ざらいのところで運気に沿って楽に生きようみたいな丸投げ、いいですね。はい、まあ、そろそろ来年のこと考えてですね、今年中の宿題はもう終わらせた方がいいし、実際これまでにできなかったことも今年ならできるってこといろいろあるんですよ。なのでそれをがまあ楽に生きるってことなんだけどね、いつから始めると効果が出やすいよとか、こんな風にしたらいいかしらっていうアイデアがある方、もしくは脳天の方、ぜひどうぞ私に会いに来てくださいってあったの、そのコマーション昔ね、昭和の初めに、ね、伝わるかな、はい、まあ、日々進化しております私がですね、対面とか、電話とか、あとそれからそうですね、メールとかで、まあ、ズンバラリンとお話しさせていただきますんで、ぜひ来てください。今年どうするかとか、うん、来年のこととか、うん、相談したいなと思ったら、はい、やっぱ直接対面で、はいね、それが一番いいですよね、はい、そうだね、それは下北沢の占いさん、うん、サロンタオさんに、うん、はい、あとは自由が丘、そうね、自由が丘ね、うんうん、両方に出てますんでね、うん、
そうです。その他にね、ネットショップの水耕社でもズーム鑑定を受け付けてます。まあ、これから動画がね流れます。あのご案内見ていただければいいなと思っております。はい、一通りのセールストーク終了したところで、はいはい、いきますかね。今回の光のキーワードいってみましょう。せーの、運気に沿って楽に生きよう。ということでですね、はい、本日のゲスト、はい、来ましたよ。お待たせしました。目黒区の自由が丘で歩む整体院を開業されております千葉大輔院長先生です。よろしくお願いします。千葉先生、本当緊急事態宣言延長、まあ今日まで、はい、はい、ギリですが本日お越しいただきまして誠にありがとうございました。とんでもないですね。こちらこそ、なんか記念すべき1周年1周年ということで、はい、なんかこの機にね、なんか出演させていただくのってなんかご縁があったのかななんて。ご縁ありありだよね。ですよね。あとさっきのあの YouTube の話、はい、あのカウンター回してるの多分僕結構回してます。ここにいてくれた。はい、めちゃめちゃチェックしてきてるんで、今日はあの万全な状態で臨めると思います。もうね、もう後でも言いますけど、面識見ると本当、はい、真面目っていうか、もうやることやらないと具合悪いタイプね。決めたらやるよね。そうですね、はい、歩む整体院さんはですね、私この番組去年10月から始めてるんですけど、なんと1ヶ月遅れだけど11月1日から開業されて、もうそろそろ1年。そうなんです、ね、ありがとうございます。本当にどうですか、地元の自由が丘にこう馴染んだ風はもう手応えありますか。そうですね、もうあの当初はもう憧れの街自由が丘みたいな感じでしたから、まあちょっと僕なんかはね、本当にそこでお店を切り盛りできるかななんて思ってましたけど。知ってるじゃないですか。いや、そうですね、何かのもうそれこそまぐれかもしれないんですが、うん、まあ、しっかりと今はやらせていただいてますし、はい、まあ、地域の方々もねすごくいい人が多いんで、うん、とても営業しやすいなっていうのと、あとはご飯屋さんとかめっちゃ多いんで。そう、ね、いいですね。美味しいですよね。はい、そんな感じですかね。はい、実際ね、こうやって今画面で見てらっしゃる方もお分かりになると思うんですけど、若く見えるでしょうし、実際お若いんですけど、はい、ゴッドハンドです。神の手を持つ男、はい、私ね、実は五十肩を患っておりまして、去年の本当に11月まで、もう右肩がね、肩より上にこう上がらないんですよね。でもね、振り向くと言われると、声聞くと、もうこうやってね、首が回らない、もうこういう状態で、なーにって体ごと後ろ向いてた。しかも手が上がらないから着物も着れないし、ヨガをやってもポーズ決まんない、バランス取れないからね、うん、まあ、人はこうやって人生人を置いていくのねなんて、ちょっと悲観してたところがあったんですけど、治りました。治りましたよ、はい、すごいよ千葉先生。いやいや、ありがとうございます。それはもう水子さんも頑張っていただいたっていうおかげもあるので、はい、僕はもうきっかけにすぎません。もうその辺の話も後でちょこちょこ、はいはい、入ってきます。でも社会人としてのスタートは整体師じゃなかった。そうですね、一応営業っていうのが一番最初のスタート。全然ちゃうやん。そうなんですよね、はい、自動車。そうです、自動車会社の販売を新卒から約3年ぐらい
あ、頑張りましたね、それでもね。そうですね、頑張りました、はい、あの時代は。なんかあの先輩たちが回ってないところをこう回らされたとか、そういう感じ。そうですね、うん、やっぱりあの新卒って登竜門なのかなと思うんですけど、うんうんうん、やっぱりそういうちょっとなんでしょうね、遠のいちゃったユーザーの方とかっていうのを外回りしたりとか DM 送ったりとかっていう活動を最初はやるんですよね。あのこう呼び戻し要因みたいな感じ。そうですそうです、あの、うんうん、そこまで先輩方もいじれてないような、うん、本当にそんな感じの。そうですね、なんかやってて難しかったこととかってあります？そうですね、やっぱりその時まだ学生上がりだったので、うん、やっぱり根気よく何かを続けないとやっぱ営業って、まあ、全部そうだと思うんですけど、うんうん、ただやっぱり営業は特に根気とか、うん、やっぱりそういうのが必要だったんで、うん、その時の自分あんまりそういうのなかったんで、それが一番大変だったかなって感じがしますね。いや根気っていうか、はい、でも言われたら絶対やるタイプだから。そうですね、うん、でもそれで根気ないって言われたらもう私なんかどうなっちゃうのみたいな。いやいやいや、豆腐のような感じですけどね、はい。で3年間頑張った。そうですね、約3年、うん、3年行ってないぐらいかなと思います。はい、でもなんか衝動的に退社っていう文字が見えるんだけど、これは何？そうですねまあなんか当時だとやっぱりその商材を売っていたので、うん、やっぱりそれを介してお客さんと接するっていうような機会が多いというか、うん、まあそれがほぼじゃないですか、はい、そうですね、うん、なのでそうするとやっぱりそのもの自体でつながってるんで、うん、こう直接自分がお客さんとつながるっていうこと自体はできなかったと。なるほど。でやはりまあ車を売ってれば、例えば車を買い替える時期もあると思いますし、まあそういうタイミングでやっぱりお客様が他社の車を買い替えた時、うん、はい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 、でもそういう時ってまあ人間のつながり的にはあるんでしょうけど、うんうん、やっぱりまあもう実質なくなってしまうみたいなもんじゃないですかそうだね。でもそういう時にやっぱり、うん、あ、なんでこんなに頑張ったのになとか、うん、なんかこの人なんかすごいいいお客さんだと思ったのにっていうようなことがあって、うん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 、そこからやっぱり自分で物作ったりとかすれば自分で品質もつ、あの担保できるし、やっぱりそれを提供すれば全部自分で1から10まで全部できるっていうふうに考えたので、なんかそういうことできないかなっていうのと、まあ、あとは辛かったっていうのももちろんあります、うんはい、そうね、あの言われたら絶対やるタイプだし、それ頑張っちゃう人なんだけど、結局ね、商品もっとこうだったらオタクのでもよかったんだけどね、オタクこうじゃないからねって言われても、うん、車じゃあそうしますって言ってね、何かしに行くわけにもいかないしね。うん、そうなんですよ。そこは確かに歯がゆいですよね。はい、うん、まあ、多分そこら辺のこのね、あの圧力というか、あの歯がゆさで衝動的にやめたくなったってのはすごいよくわかります。ありがとうございます。はい、だって今よりもっと若かったもんね。そうです ね、本当に、まあ、今だって若いけど、もう本当なんぼが若かったと思うんですよ。でそれから整体に出会った。そうですね、うん、整体に。ノルディックウォーキングって何？ノルディックウォーキングっていうのって、あのノルディックスキーとかイメージしてもらうと分かりやすいんですけど、うん、はいはい、あの杖をついてこう平地をスキーでこうずっと走っていくみたいな、うん、こういう感じで。あ、そうですそうです、うん、それの、まあ、スキー板がなくなったバージョンを、うん、まあ、平地の、まあ、そういう本当にそこら辺とかでもできるような、はい、まあ、運動ですよね、散歩みたいな感じ。これこういう団体があるんですか、日本に？まあ、団体はもういっぱいありますし、民間でも、うんうんうん、あとは資格ももちろんあるんですけれど、まあ、そういう、そうですね、結構今だとやっぱりリハビリテーションとか、やっぱそういう分野とか、はいはいはい、やっぱ高齢者に向けてっていうのが結構強いですけど、うん、ただ実際やってみると結構運動強度も高いし、若い人にももちろんお勧めできるスポーツかなと思います、うん、なるほどね、はい、あの山は私ちょこちょこ登ってた時に、はい、もう最近はあの杖を両方持つんですね。ああ、はい、うん、降りる時とか上がる時にもこう補助的に使うとめっちゃ楽なんですけど。確かに、うん、でもあれが逆にその平地だと負荷をかけることになるってこと？そうですね、基本的にはあれって目安なので、うん、例えば手を振るために杖を前につく、うん、はい、まあ、要は普段の人ってなんかこう目が前に下がっちゃって、うんうん、で腕も全く触れないとか、確かにその通り。そうするとまあやっぱりダメなので、そういうのをつくことによって、うん、まあ、目線も上に上がるし、うんうん、あとは前にこうやってつくことによって手も触れる、はい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 、なので、まあ、運動強度が上がるっていうふうには言われてます。でその団体に関わって、まあ、指導とケアができる。そうですね、一応まあ団体というか、うん、まあ、その何か自分で一つのことを成し遂げたいっていうのがあったので、うんうんうん、やっぱりそれだとやっぱりそういう運動とか、はい、そういうものに関するものっていいなと思ったんで、まあ、そういう会社を作ろうっていう感じで当初は動いていたんですよ、はい、まあ、ただその傍ら、うん、そのケアもできたらもっといいんじゃないかなって思って、まあ、生態業界っていうのに僕も当時アルバイトで入ったんですよね、うん、何も分かんない状態で。それがすごいね。そうですね、うん、ただやっていくうちにそっちよりも生態の方がどん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 ウェイトが高くなっていって、うん、あ、なんか生態楽しいじゃんと思って気がついたら今ここに楽しくやってますっていう感じでそうなんで、結局、はい、
ご自身は目の前に来た判断を右左右左左右ってやってきたはずが、うん、今ここにつながっていると。そうですね。でこれは資格としては柔道整復師、国家資格ですか？そうです、一応柔道整復師っていう国家資格を、はい、そうですね、まあ、最近なんですけれども、うんうん、取らせていただいて、うんうん、っていう感じですかね。なるほどね。私あの千葉先生の整体で今まで あのいわゆる何こうすごいあのマッサージとかね、はい、あのカイロとか、まあ、好きで通ってた時期もあるんですけど、うんうん、千葉先生から一番習った新しいことって、うんうん、体はね全部つながってるっていう意識、うんうん、で私具体的に言うとですね、五十肩の他に膝が痛くって、うん、階段降りるとですね痛みが走ってこうガクって落ちそうになることが何回もあったんですよ。もうこれもこうやって人あの置いていく各国あの以下略って感じなんですけども、はい、でそれをねあの千葉先生にもうね年ですよねって笑ったら、いやなんとかしましょうよって言われて、うん、全然なんとかなると思います、ね、膝だからほらグルコサミンとか注射とか持ってたら、うん、まあ、グルコサミンもあれなんだけど全然違うマッサージとかいわゆる気にするポイントがあって、それを実際気にしたらもう自分でもちょっとやばいなと思ったらそれをこう強化する。そうですね、すると、ね、症状なくなるのよ、うんうん、体って本当に全部つながってるのっていうのをよく教えてもらいました。ありがとうございます。いやもう本当になんかすごい、うん、僕が言いたかったことを全て言ってもらいました今ごめん言っちゃったいや全然いい、それはいかんじゃんいいんですいいんです、うんうん、そうということで、月 1回とか2回とか、そうですね、自由が丘の店に、うん、出させていただくときに、はい、朝とか夜とか時間を取っていただいて体のメンテナンスやっていただいてます。そうです、私が元気でやってられるの千葉ちゃん先生のおかげです。ありがたい、ありがたい。確かに 1% ぐらいあるかもしれません。いやいや次やるからすっげーやるから、はい、ですね、今からちょっと千葉先生のですね歩む整体院の招待動画、紹介動画とですね、なんと中には施術前前と後 でビフォーアフターね、私の姿勢がどう変わったかも恥ずかしながらちょっと見せちゃいます。いやー、はい、はい、では動画の方お願いいたします。お願いします。いやもうビデオツアーだよ。十ヶ丘の駅から近いんですよね。そうです、4分ですね、うん、新しいのに4分かかんないような気がするんだよね。確かに僕の足だと多分2分、うん、足長いからないや短いですよはい来ました、はい、これ組み合わせでですね、はい、もう千葉先生正面から写真出てますけど、そうです、ね、室内と施術してる手元と、はい、これまあ入り口のですね、そうですね、足から撮ってるところなの、今からちゃんとね正面からの写真がドーンって出ますんで間違いようが、はい、ございません、はい、こちらでございます。そう、整体院なんですよね。そうです、歩む整体院と言います、うん、これ入るとですね左手に先生がゴンとここにいつも座ってらっしゃいます。そうですね、一応受付と、うん、まあ、会計するところですね、はい、これ入り口から見た室内の感じ、はい、全体像、はい、ベッドはね一機です。そうです、はい、プライベートサロンでございます。やっほー、プライベートサロンというと聞こえいいね。いいですよね、すごくいいね、すごくいいね、はい、あこれね、はい、国家資格、国家資格の、ね、はい、柔道整復師っていう資格になります。さっきの入り口のね椅子の後ろにかかったやつ、あこれ、あそうそうそう、骨格ちゃん、はい、そう今日持ってきてました。あとで冒頭にさっきちょっと見ていただいて、そうですね、うん、これも使うの？これはもう神経の検査とか、うん、そういうところも、あとは一番右は角度計ですね、関節の可動を測るやつ、これはもうウォーターサーバー、よくお世話になってます。そうですね、温かいのも出るんだよ。そうなんですよね、お家に欲しいですね優れもんだよねこれで説明してくれてる感じのところ、そうです、そうです、うん、やっぱり説明は大切なので、うん、しっかり施術前に説明入れさせていただくようにしています。もうね、すごい丁寧に最初見ていただいてね、ありがたかったですよね。いやいや、とんでもないです、うん、そう、なんかねちょっとね片膝つくところがなんかもたまんないって感じなんですけどそうですね、まあ、鏡見ながらこんな感じで自分でも確認してもらいながらやってます、はい、でこれグイグイ押していただきつつですね、ただマッサージと違うんで、うんうん、ね、筋とかこう骨格のズレとかを、そうですね、優しい力で押しながら、うんうん、まあ、骨格を動かしていったりとか、あとは場合によっては筋膜とか、うん、出てきましたね、はい、来ましたね、これ術前術後ちょっと何回か繰り返すんで、はい、ペコペコ動くのがですね分かりやすいかなと思って。そう、これ左の側面の腰が前に出てるじゃないですか、うん、はい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 、でこういうところとか、あとポイントとしては、まあ、首の角度とか、うん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 、
まあ、あとそうですね、まあ、検証法から検証法からちょっとあの長めに動画を、そうですね、はい、今だとその左側面腰が前に出ているのと、うん、あと腰の角度が結構きつくなっているので上半身が後ろに行っちゃってますよね。あの腰が反ってるってことですよね。そうですそうです、うん、でその後に首が前に出ているので、うん、どうしてもこうあの今1枚目のこの首の角度、うん、なんかあんまりまっすぐ向けてないと思うんですけど、はい、2枚目からまっすぐ向けるようになってきて、うん、角度が浅くなってますよね。そうなんですよ、うん、腰が後ろに正しく戻ってるけど、うん、上半身の位置はさっきと変わらなかったじゃないですか、はいはいはい、なので腰の角度は良くなってるし、うん、あと首の前傾前に出る感じもだいぶ良くなってるので、うん、しっかりあの顔の印象も変わってきてるかなって、うんうん、そうなんですよね、はい、顔がねすっきり見えるようになったねっていう言われました、ね、うん、ただまだまだもちろんやるべきことあるから腰の角度もう少し整えていけばもうちょっと前に来るので、はい、そうするともっと自然な形で体良くなっていくと思うんで、はい、引き続きよろしくお願いいたします。頑張りましょう。僕も必死で頑張ります、はい、ありがたいあの、はい、ご宣言いただきました、はい、あの頑張ります。本当に頑張りましょう。あのね、本当楽になるんですよね。あとね、やっぱし全体がこう整ってくるとヨガやってみたり瞑想したりとかした時にもやっぱしこう効果が深くじんわり出てくる、うん、あの皆さんにもやっていただいた方がいいと思います。あの初回は特にすごい丁寧に体の状態を、ね、確認してもらえるんで自分で、ね、気がつかなかったことが、ね、結構多かったですね。あの、うん、肩の高さとか耳の高さが違う、本当に指1本分違うよとか、状態がねまっすぐ実は私、前に向いてない傾向があるんですよね、うんうん、これも知らなかった、うんうん、から初回はちゃんとあの先生と相談してですね多めに時間を取ってたっぷり見てもらってください。そうですね、はい、あの初回のことについてはもうあの30分しっかり検査を取るので、うん、まあ、そこで問診から、うん、まあ、検査、うんうんうん、あとは写真撮影も行って、うんうん、で2回目以降の時に、うん、まあ、写真を編集して分かりやすくしたものと、うん、あとはあの検査とか施術で体の悪いところとか弱いところが分かるので、うんうんうん、それに合ったオーダーメイドの運動っていうものもご提案させていただいて、もちろん施術だけじゃなくて、うん、そのまあ自分の余暇の時間っていうのにしっかりとまあ自分でセルフメンテナンスができるようにっていう指導ももちろんさせていただいているんで、まあトータルで見させていただけるかなというふうには思います、うん、もうこういうのね、例えばね、これビフォーアフター紙でいただいたやつなんですけどね、時々これ見ながらニヤニヤしてるんですけど、千葉ちゃん先生がすが素晴らしいなと思ったのは、その全体がそのつながってるということの他に、私いつもここで死のおの言ってるのはあのアドバイスをするけどやるのはあなたですからねみたいな言い方をしてるんですが、千葉、うんうん、ちゃん先生もほぼ同じスタンスで、ね、そうですね、うん、もう本当に施術ってきっかけだなと思っていて、うんうんうん、やっぱり実際例えば24時間の中の施術って本当1時間ぐらいだし、うん、それがまあ1週間に1回だとしても本当に少ない時間なので、うん、やっぱりその時にどれだけその体のバランスを整えるのが大切なのかとか、うんうん、あとは整った後のその通常の状態っていうのがどういうものなのかっていうのをやっぱ分からないと、うん、なんか悪い状態がデフォルトになってる方って結構多いので、そうなんですよね、うん、なのでそういうのを知ってもらえれば、うん、やっぱりそこからずれてくれば悪くなっているし、またはその日常の意識ですよね、例えば座り方もそうだし、うんうん、歩き方とか、はい、そういうものもやっぱり自分の歪みとか不調に関わってきてるんだっていうところはしっかりとやっぱり認知していただいて、それを心がけてやっぱり生活していただきたいなっていうところはちょっと念頭に置いてというか、そうですよね、うん、そうマッサージとかカイロとやっぱ違うなと思ったのは、行っておしまいじゃないんですよね、うん、行って整えてもらったら次来るまでに自分でメンテナンスしてくださいよっていうのをいろいろやってもやらなくてもいいんですよ、それはね、別にね、うんうん、でもそうですそうです、ちゃんとこれをやれば楽になりますよとか、こういう癖取れますよっていうのを、うん、痛々に1回ね、多くても5つとか7つとか それぐらいですよね、だいたい6個ぐらいを目安に、はい、でそうするとだいたい朝ね10分とかでできるんですよ、ちゃんとね、うんうん、そんなにね負担にならない、でそれでちゃんと体が整っていくっていうあの感覚はすごくいいですね。そうですね、ありがとうございますいやでも本当に頑張っていただければ、うん、頑張っていただいた分だけ、うん、やっぱり自分に返ってくるものなので、うんうん、やっぱりそのモチベーションの管理っていうところに関しても、うん、僕もやっぱお手伝いしないといけない、なんかね、運動やってって言って放り投げてそのままやってるかどうかも確認しないとかっていうとねまたなんか管理不足はこっちなのでそういうやる気を出させてあげるっていうところも含めて僕に任せてください。はい、はいはい、素晴らしい、僕に任せてください。なんかもうどうだろう、これ昭和のなんかシンガーソングライターのタイトルになる、そんなすごくいい、いや本当ですね、恥ずかしい、いやいやいや大変頼もしいでございます、はい、ありがとうございます。いえ、とんでもないです。私も実はですね今日ちょっと千葉ザップをやってたんですけどちょっといろいろあって発表できなかったんですけど、でもねこれ今日着てるスーツね、これ実は本当に一丁羅なんですよ、多分私が持ってるスーツの中で一番いいスーツも1周年なんで着てきたんですけど、これがね実はね
今年の頭とか全然入らなかったのに、もうねこれがねパッツンパッツンで下なんかパンツなんてもう上がらないって感じ、うん、あそれがここ2ヶ月ですよね、千葉ザップ、ね、そうですね2ヶ月ぐらいで、いやめちゃめちゃ水子さん頑張ってくれましたよね。いやもう頑張ったのよ、はい、いろいろ。そしたらある日、あもしかしたら切れるかも切れるかもとか、切れてんじゃんみたいな。いや本当おめでとうございます。嬉しいですよ。でもやっぱりね頑張って帰ってくるっていうのはね、そういうことかな。体はね答えてくれるね、もう還暦近いって言ってもね答えてくれるんですよ本当に。なのでもうぜひ皆さんにもやっていただけ、自分の体はね可愛がれば可愛がるほど答えてくれますからね。その通りです。はい、というですね、このやる気と頼もしいあの責任感に満ち溢れた千葉先生にですね、はい、あの今年5年後ぐらいまでのビジョンを、ね、伺ってみたんですよね、あのアンケートでね。そうですね、はい、そしたらあの何歩む整体院をあと2店舗作る、そうですね、うん、意気込みだけはやっぱり一丁前に行きたいですよね。いやもうあの夢はだって誰と妥協する必要もないからね。そうですね。場所どの辺狙ってるんですか。いや場所はそうですね、全くまだ考えてないんですけれども、やっぱりまだあのこの構成としてはこのお店と同じようなスタンスでやりたいので、やっぱり僕みたいに一人でできるような人っていうのをやっぱり探していかないといけないというのがまずあるかなと思うんですけど、まあ前途多難というかな、まあ長いですねこれから多分。そうですね、はい、なぜ私が笑ったかはちょっと後の占いに関わってきます。はい、ね、その他ですね、生態とは別のビジネスを始めるってあるんですけど、なんかもうなんかこんな感じ ぼややーんでいいんだけど、なんかそんなのはあったりするんですか。はい、そうですね、やっぱりなんかオーナー業っていうのをちょっとやってみたいなっていうふうには思っていて。え、大家さんとかってそういうこと。あ、それもそうですし、例えばなんかパン屋さんとかケーキ屋さんの、まあ、オーナーとかはやってみたいなと。まあ、でもなんか何選ぶにもそうですけど、うん、やっぱり人から必要されて必要とされて、まあ、それがまあ良いものみたいの、まあやっぱりやってて意味があることじゃないとやっぱり続かないし、まあ、心も折れちゃうかなと思うので、やっぱり役に立ってるなっていう実感があるものがいいかなっていうふうに思ってるんですけど、本当にざっくりですよね。いやあのね、うん、実はですね、ちょっとここから占いの話になるんですけど、千葉先生自身はですね、ご自身の体のど真ん中のところにですね、今ここにない仕事を作り出す星っていうのを持ってるんですね。なので多分今オーナー業とおっしゃいましたけど、はい、オーナーの形でありながら今はまだない職業をなんかね、うんうん、考え出しちゃう可能性があるかなと思ってます。すごいじゃないですか。実はね、生態そのものも実は転職中の転職で、いわゆる医療系、はい、医療系で体を使って、働いていくっていうのが、しかも一人でみたいな、うんうん、もう全部入ってるんですキーワードがねとすごいなと思ったのと、うん、何より今からの10、まさに今からの10年間は、はい、人脈を広げて夢を広げる時期ですよっていう、いや、ね、そういうの出てるんですよね。本当にいいことばっかで本当大丈夫かなって感じですけどね。その先10年いくとですね、今度はちょっと美容とか、はい、いわゆる女性、いわゆる美意識、はい、に関わるようなことを、うん、まあ、ちょっとこうカウンセリングしながらですね、はい、仕事にするのが良いようですよ。へー、うん、その先はね、今度子供が出てきます。あ、子供、小さい子供に対して、小さい子供、うん、子供が多分対象になるのか、はい、もしくは楽しく何かエンタメ系に振っていくのか、どっちか。なんか可能性を感じますね。いや、すごい今から逆にあの生きれば生きるほど、うん、運気上がっていくタイプの方なんで、じゃあ長生きしないと。そうね、そうね。あの体はねどこにも今傷がないので、はい、全部オールグリーンだったので、あ、よかったです。素晴らしいですね。うんうんうん、はい、でね、もともとね、さっき私なんでクスクス笑ったかっていうと、千葉先生自身は夜も昼もなく非日常的に働き続けることができる人なんですね。うんうん、はい、自分についてもこれをやるって決めたらやれちゃうんですよね。で周りの人は、それやんの本当できんのと思ってんだけど、やっちゃうんで文句言えないんですよ、うん、千葉先生にはね。だからハードル高い方が燃えるタイプなんですけど、うん、多分同じクオリティで仕事ができる人を探すのは多分不可能です。おお、すごい嬉しいこと言ってくれますだからそれぐらい周りに優しくしてあげてください、はい、あ、そうですね、うん、いやもう本当にそんなことより周りの人が僕に優しくしてくれてるんで、本当にありがとうございますいやでもね、千葉ちゃん先生はね、はい、まあ、もう皆さんお気づきだとは思うんですけども、非常にこうトーカティブというかですね、お話がね上手なんですよ。いやいや、うん、軽くいろんな、すごくね、何でもない、私にとってみればゲームとかアニメの話からね、はい、お客さんとの相対の仕方とか精神論とか哲学とかね、引き出しがねいっぱいあるのね本当にびっくりなのよね。
いやいやいや、こんな若いのにってまだ 何回か言ってるけど、うん、はい、でしかも来年はね、あの60年に一度しか巡ってこない千葉先生にとっての最高の年なの。じゃあ死ぬ前にもうこれしかないみたいな、うん、まああと、まあ、90何本まで生きればもう一回来るよ。うわ、ちょっと難しいかもしれないですねでも可能性はなくはないね、うん、そうですね、うんうん、確かに。だからより多くのですね、人々に、まあ、健康と恩恵を与える、そういうことの始まりになる年であることはほぼ間違いなさそうです。素晴らしいです。じゃあもう、はい、新規ってまた新しく初心に帰って、うん、いいね、うん、やっていくっていう感じで今心に刻みました刻んでいただきました、はい、そうね、なんだろう、今一番日常の生活も、はい、プライベートも、はい、あの仕事もひっくるめて、はい、今千葉ちゃん先生が一番これは大事ですって思ってるものってあります？そうですね、やっぱり大事なものか、うん、でもなんかやっぱり大事なものじゃないと 身の近くに置かないかなと思うので、うんうん、なんかあんまり選別はできないかなって感じですかね、うんうん、仕事もそうだし、うん、家庭もそうだし、うん、あとは、ね、猫ちゃんとかね、うん、あ、猫いたね、はい、いるんですよ、まあ、全部 もちろん必要だから、うんうん、そうですね、うん、なんかこんなコメントでいいのか分かんないんですけど、選べないって感じが一番近いかなって、うん、選べないぐらい充実してるってことですよね。充実はめちゃめちゃしてますね、うん、はい、なんでこんなこと言ってんだろうだって、はい、ご自宅からだって自転車通勤してたでしょ一時期。あ、そうです、ダイエット目的で自転車通勤をしてましたね、うん、ね、はい、ね、結構聞くとね、そこそこ距離ありましたよね。そうですね、だいたい自転車で50分ぐらいかかります。でもずっと坂なんで、もうそれこそ辛くて辛くて、なんかすごい競輪選手みたいな足になったんですけど、うん、ただ上半身がヨボヨボすぎてそのコントラストがひどすぎてちょっとやめました下半身は出来上がったけどって感じ。そうなんですよね、上半身が今までのまんまで。上半身ってどうやってやるの？そうですね、やっぱり筋トレを別途やんないといけないですよね。こういう腕立てとか。あ、そうです、そうです、自重とかで腕立てもそうだし、懸垂とか結構僕なんかいいかなと思ったりしてるんで、ただぶら下がるものがないっていう、ね、つまりこうやってこういう感じなんですね。あ、そうです、そうです、そうです、そうなんです結構あれ本当になんか強度強いし、うん、やっぱり見栄えもやってると大きく変わってくるものであるんで。あ、そうなんだ。あのね、ドア全然関係ない話かもしれないですけど、うん、こういうなんか窓枠とかに引っ掛けて、うん、こうなんか懸垂できるようななんかあるんですよ、フックみたいなのが。ほうほう、ツールがね。そうそう、うんうん、そういうのも買おうかなと思ったんですけど、うん、そのもの自体の強度はあるんですけど、うん、なんか窓枠の強度ってちょっとよくわかんないなと思って、うん、それもだって、はい、E の中に置いちゃえばいいじゃん。そうなんですけど、懸垂マシーンみたいな。ああ、そのバーごとってことですか。そう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 。ああ、でもなんか僕しか使わなそうな気が多分なんかその今からですね、どうせ、はい、あの男の方も全然絶対来るんで、うん、はい、その方に例えばこういうあの週に1回でも来て、うん、ここで5回でも懸垂されたらいかがですか、うん、みたいな、そういう。あ、そうですね、運動指導とかのもうちょっと高いものみたいな感じのイメージかなと思うんですけど、確かにそういうのもできればと思うんですが、まあ、やっぱりまずはね、本当に強度の弱いしっかりしたストレッチとか、うん、本当に簡単な運動からじゃないと、やっぱりそれができないとね、もっと辛いことはできないと思うんで。辛いことはできない。もちろんそうだと思うんで、まあステップアップしていく中でそういうのが必要があったら、うん、もちろん僕も勉強したいし、やっぱり実践したいなっていうふうには思ってるんですけど、うん、今のところはまだもっともっとね、その手前の段階で今僕は試行錯誤してると思うんで、はい、頑張ります。ありがとうございます。私もまだまだ全然お世話になりますので、あ、よろしくお願いします。はい、そうですね、まだまだねお話は尽きないんですけど、もうそろそろ時間っぽい感じ、はい、なので、じゃあ千葉ちゃん先生、あの今日の感想何か一言いただけますと。 あれはあの子に出てもらおうよ、はい、この子ですか。この子ですね。名前つけてたりとかしないんですか。名前はちょっと今決めます、うん、コツ太郎で。え、コツ太郎でお願いします。コツ太郎、はい、じゃあこれから見せたら、こちゃん久しぶりって言ってね。この子はあの説明にすごく役立っているので、うんうん、そうですね、まあ、でも今日本当にお招きいただいてすごくなんか新たな勉強ができたなっていうのと、うん、なんかこんな感じでインターネットビデオ撮ってるんだ、爽やかな感じ、はい、これはちょっとあの多少持ってるんですけれども、うん、持ってるんだ、はい、そうですね、すごいいい経験になりましたし、はい、まあ、あとやっぱりこれを見て、もし少しでも整体とかに興味があるとか、うん、自分の体を改善したいなっていう方がいれば、うん、まあ、やっぱりね、その一つ、まあ、経験として、まあ、歩む整体に来ていただいて、そうですね、
まあ、自分の認識もそうだし、自分のデフォルトで、うん、デフォルトの状態っていうのをまあ正してあげて、しっかりまあ今後まだ人生長いですからね、多分そういう方って ね、うん、なのでやっぱり腰が痛いとかって言ってね、10年20年悩まされるよりもやっぱり最初の1ヶ月とか2ヶ月3ヶ月って通って、はい、それ以降腰が痛くないっていう状態の方がもちろんいいと思うし、うん、まあ、それをしっかりとお手伝いする準備は自由が丘徒歩4分のところでできているので、そうですね、ぜひぜひお越しいただければと思います、はい、もう本当膝が痛いのが治ったのはね、本当ラッキーっていう感じでありがたいですよね、もう不安がなくなった、めっちゃ嬉しいです、うん、はい、またね、あの明日からついに10月が始まりますんですけど、はい、ね、自由が丘 の熊野さん近くでもね、あ、うん、熊野神社さん、はい、うん、あそこにちゃんと詣でていただいてですね、まあ、商売繁盛されますように祈っておりますが、はい、千葉先生が商売繁盛ってことは、それだけね、人様に尽くして喜んでいただいている結果なので、もうエビデンスですね、はい、お金は人様からいただく最大の感謝の印です、はい、会社勤めの方のお給料もバイト代も制作費も全部そうです。そうじゃないお金は逆にあっちゃダメなんですね、うん、ありがとうで回ってないお金はないんです。もっと千葉ちゃん先生のところにありがとうがこう集まるといいなと思ってますん で、 そうです、ね、はい、今後とも応援していきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。こちらこそよろしくお願いします。今日はですね、自由が丘の歩む整体院、千葉大輔院長先生にお越しいただきました。こっちゃんと一緒です。本日ありがとうございました。ありがとうございます。あとお邪魔します。ですね、こちらが今最後に動画のおしまいにも出てたんですけど、今週の月曜日に発売されたばかりの、こうか、はい、イマジネーションプラスさんから出ましたですね、最新刊ですね、パパもママも僕が心配、はい、去年出したですね、こちらに出てます、前の方にも並べてあるんでちょっと見ていただければいいんですけど、去年出したクリスマス絵本のですね、神山真澄さんの今度はオリジナルの新作となっております。わあ、すごい、抜いてくれてありがとう。さすがだね。もうスタッフの方完璧。そして、10月の20日からですね、1週間原画展も行われます。神保町の児童書専門書店ブックハウスカフェさんにて、こちらの絵本ですね、パパもママも僕が心配の原画展と、おお、すごい飛んでる、すごいな。さらに一緒に神山さんの、ね、版画作品も展示販売されますんで、ぜひ覗いてみてください。可愛くて本当にね、素敵でおしゃれな作品がね、手頃な値段で手に入るチャンスですね。クリスマスの贈り物なんかにもちょっと見ていただければなと思います。でこちらの書店さんにですね、このイラスト入りのサイン本がですね、すでに2タイトル合わせて50冊納入完了しております。はい、オンラインでも買えます。もうね、先生が一日、一日って言っても午後ね、何時間かな、詰めていただいてですね、サックサック書いていただきました。猫とかリンゴとかね、クリスマスのツリーとかですね、可愛いものがいっぱい書いてあります。その場で見て、この子とご縁があるわっていう本を持っていっていただければなと思っております。はい。ともさん、ということで。これ、はい、版画なんですか？版画なの、銅版画なのよ。で、銅版で、手で彩色してるところもあるんだけど、見た目ね、ちょっと水彩画っぽい味わいになってるんで、うん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 、これね、実は彼女の特許というかですね、
特別な技術なんですよ。でフランスとかでもまた後でちょこっと喋りますけど、結構あの人気のある方でですね、もう国際的な人とあのお仕事ができた私はもう超ラッキーですね。はい、ということで、あ、そうで感想聞いていい？読んでないからね。 あれなんだけど、そう、でも可愛い絵です、可愛いよねなと思って、可愛いよね、うんうん、後でゆっくり見たいと思います、はい、ありがとうございます。ですね、そう、今日の来ていただいた千葉ちゃん先生の歩み整体院から歩いて、まあ、2分以内のところにですね、自由が丘の、占いサロンタオさんがあります。体のね、不都合、あの不調は千葉先生に、心の不都合は私にご相談いただければ合わせて幸いでございます。はい、ですね、はい、ついに来月10月からですね2年目に入っちゃいますのよ、水耕さんの毎日仰天。いやー、びっくりだわー、本当にもう、ね、あっという間でしたね、結構ね。あっという間でしたよね、うん、毎月毎月なんかこう障害物競争、それは勝手に私がやってるだけなんだけど、ね、毎月毎月ヒヤヒヤしてます。すいませんもう言わない、頑張るとか言わないよ大人になったよ、はいでもあのね、本当にね、これが今日の最大のびっくりポイントかな、仰天ポイント。あの去年始めた時は本当2年目続くことはちょっと思ってなくって、まあやれるとこまでやればいっかなんて思ってたんだけど、気がついたらもうね10月11月12月ともゲスト決めちゃってたりとかするんで、いや去年とはもう社会状況も変わりましたけど、私自身のですね状況も相当変わりました。あのこの番組を持たせていただいたことも結構あ、そんなこともされてる先生なんですねっていう風にプラスにすごく働いてますし、実際あの運気も、社会に、世界の運気も私の運気も大きく変わりましたんで、この変化ね、抵抗しないことがポイントです。抗わない、巻かれる、だって抵抗しようがないから、目に見えないしね。それよりは、目に見えてきた変化をいち早くどう取り込んで自分自身もどう変わっていくのかっていうのに反映させた方がね絶対にお得です。でこれきちんと見据える秋にしてもらえたらいいなと思ってます。はい、次のですね放送がですね、10月の28日、うん、次このゲストがこの方です、神山真澄さん。フランスでもですね絵本が出版されて、ルーブル美術館のブックショップとかでもよく売れてるご本があるんですってね。で銅版画のさっき言ったちょっとその特殊な技術を使ったですね、これねエッチングといったのこう銅版ひっかいて腐食させて、あの原版作ってこうプレス局を通してですね、こう吸っていく、もうね原画ももっと来れるかな、うん、そんな話もですね伺えればいいなと思ってます。どうしようかな、ご本人にどちらかあの読んでもらおうと思ってるんですけど、神山先生よろしくお願いしますね楽しみにしております。よろしくお願いします。はい、はい、ね、はい、そうですね、はい、そして、うん、今日の光のキーワードは、うん、運気に沿って楽に生きようでした、まあね、はい、流れる、はい、大きなね、はい、流れに沿ったまま、はいはい、抵抗は無駄ですそう、むしろもっと積極的にね運気に乗っていけるようにするには、いわゆる一つの何、宇治神様ね、明日1日でしょ、だから皆さん自分とこの住んでるところのですよ、宇治神さんを、調べて、もしも今日もう間に合わないね、東京の方は東京神社庁ってところに電話して自分の住所を言うとですね、宇治神さん教えてくれます。そこに朝の6時から7時の間にですね行って、お礼を申し上げてください。お礼だけですよ、お願いはダメですからね。2礼200食礼して、お礼だけ言ってお賽銭ちゃんと入れて帰ってきてください、はい、であとは1日と15日にそれができれば、余裕がある人はあと恵方参りとかね、いろいろねやれることはあるのね。私ねとりあえず一通りやれることは全部やりました。すっげえ変わりました。っていうコツが知りたい人ぜひいらっしゃってください。台風とかね、秋の土用とかもあってね、10月ちょっと足元が緩くなりそうな運気季節ですけども、まあ、しっかり軸を下ろして歩いていきましょう。私はもう楽しいけど徹夜はやめます。でも締め切りは守りましょう最後まで追いかけられる私でございます頑張りますよ。じゃあ来年も2年目も皆様よろしくお願いいたします。ありがとうございます。そろそろお時間ですかね、はい、はい、今日もですね、こうしたあの取り上げの許可をいただきましたイマジネーションプラスさん、それからの音楽提供の浅川正夫さん、本当1年間ありがとうございました。来年からもお世話になりますのでよろしくお願いします。乙女さん見てる、岩田さん見てる、はい、
ということでね、じゃあいろいろ最後の締めに行きたいと思います。2年目いくぞ、頑張るよ、頑張りましょう。じゃあ締めの言葉いきます、はい、せーの、光の生活をあなたに。